このラインがちょっと難しかったんですけど。出たものはですね、今日の夕方この下の方で左行ったあのゴミ置き場の方へ、現場の方から、地域の皆様にお願いですが、いつもご協力、28日に向けてのお願いなんですが、皆さんおはようございます。おはようございます。現場リーダーさせていただいてます、山下です。今日も21浜重機での積み込み運び出し、また宇都倉内駅前きれいにしていきたいと思います。かぶっていただき、釘の踏み抜き等をお願いします。では今日も安全に作業よろしくお願いします。Thank you.
行くよ。いいですよね。これぐらい取れる。これしか使ってない。リラックスできた。働いてるの見たけど。いいの？オーケーするよ明日から。そうですか。はい。皆様じゃあ明日もお願いします。皆様です。顔が見えるように近くにこう集まっていただくようにお願いします。そして地域の方々に本当に温かくしていただき、いろいろお願いします。道路でですね、道路に落ちてたものを拾う車が、南の方にですね、今作業が進んで、全部ではないんですけども電気が通って、おりますのはですね、時間の問題じゃないかなというふうに思いますけれども、皆さんにご報告をいたします。また21浜での分別分搬作業をしていただきました。で今日ですね、下のちょっと難題となっておりました、下今朝その浜の、欅の大木を切ったもんですから、その切ったチーム一人感想一言だけできなかった。いや、そんな大したあれじゃないですが、普段の仕事と同じことをさせていただきました。東京で造園業をやっております、鈴木造園の、3人でございます。特にこの若い2人褒めてやってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。また明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。では、今日の作業の内容について、出し方も戻ってきた。出し方戻ってきた。綺麗にね。いいもあります。いただきます。あ、でもふりかけもあります。あ、開けます。はい、あの、名前ってありますか？出てもらえる。あ、出てもらえますよ。バッチリ、ありがとうございます。今から仕事ぐらいですね。たまに買い出しとかいろいろ終わってから。はあ。サバイバルな感じ。